ルイス・デモリナルイス・デモリナは、近世初期スペインの神学者、哲学者。16世紀サラマン科学派の最末期の人物として知られる。イエズス会イクエンカ生まれ。サラマン科大学で、法学、神学、哲学を学び、1553年にイエズス会に入会。1563年にコインブラ大学で哲学、その後エボラの大学で哲学を教えた。 その後サラマンカ大学で貨幣理論を教授。1600年にマドリードのイエズス会学院の倫理神学教授に就任するもその年のうちに同地で死去。神学者としては神の恩寵と人間の自由意志の関係について神の恩寵は人間の業に先行するが人間の自由意志による同意と共同を通じて恵みが効果的なものになるとする説を唱えた。 この説は、モリナ主義と呼ばれて、ドミニコ会から非難を受けることになり、彼とドミンゴ・バニエスとの間で、温調論争が展開された。経済理論においては、主張、契約論などにより、サラマン科学派の貨幣論を集大成し世界的なものにしたとされている。また、トマス・アクイナスの自然法論を継承し、公共の福祉に反するような独占は、自然法に反するとして否定した。 その一方で、知る知りについては、本来は不当なものとしながらも現実には肯定する立場を取った。神の全知と人間の自由の無人問題について、モリーナは中堅知という概念を用いて解決しようとした。モリーナによれば、神は人間の自由な行為について予知することができる。これは物理的世界に生じる現象に対して予知する知である自然知や、 神の意志が原因となって生じる自由地とは違う、形でないとならない。なぜなら、神は人間と同じく自由だし、神の意志の支配下にあるわけでもないからだ。そこで、神が個々人に関する膨大な数のシミュレーションを繰り返すことで、完璧にその人の状況を想像できる地である、中堅地という概念を導入することで、全地と自由の問題を克服しようとした。 ありがとうございます。